皆さんおはようございます。エフェボーチャンネルです。本日は11月5日火曜日、3連休明けの火曜日ですね。今週は4日間音楽と機材もそむねに元気に過ごしてまいりましょう。さて、昨日ご紹介の新規初投稿は愛知県豊明市26歳 UCD さんからのね、ヒリックスを投稿いただいたんですが、コメント拝見したらね、なんかコンパクトエフェクターの解説いろいろされているのでおかしいなと思ってですね、マイページチェックしておりましたら見つけました。ワンコンのねスイッチャーで制御されたね大型のスイッチャーボード投稿いただきました。誠にありがとうございます。でね、こちらねコメント拝見したらですね、ベース用のねボードなんですよね。すごいですね、この数、エフェクターの数ということでね、じゃじゃん、316,108円以上しますね、これはね。で今回検索してったらですね、ベーシストさんって大変だなというふうにね改めて思いましたですね。もうエフェクター1台1台の単価がねもう違いますねギタリストのあのエフェボージさんからするとですね、もうこんな高いの ここまでの台数集めらんない30万以上かけらんないってで、それからね、ソルダーレスケーブルもねブランド統一されておりましてですね、まあ配置も綺麗ですし配線も綺麗ですしね、非常にこうお手本のね、ボードだなということでね、次回はねこの写真をですね再度投稿いただきたいというふうに思います。でね、今回ね特徴はですね、コメントにもありますね、エレハモの、マイクロキュートロン、オートワウですね、それにですねクライベイビーのベース用のワウ、こちらね2台ついているということでね、こちら2台、でかけるとどんな音するのかなっていうのがね、とても気になりますのでね、次回はねマイページでこの、ベースのサウンドもですね、YouTube などもねリンクいただけたらありがたいなというふうに思います。それからね今日の注目の1台はね、EBS のねこのダイナバーブ、これリバーブなんですよね、ベース用のね、ホームページの方でねチェックしたらですね本当に音がね綺麗にかかるんですよね。ぜひともね皆様方楽器店でね、チェック、試奏されてみることをお勧めしたいというふうに思います。でね最後になりますけどもね、好きなエフェクターメーカーがねダークグラスということでね、コメントの方にもね、コンパクトのこだわりはやっぱりダークグラスです、とてもラウドっていう風に書いてますけどもね、最近エフェボーの方ではですね、このベース用のボード、大型のボードの場合ですね大体、ベース用のプリアンプやっぱ2台乗ってるんですね。で今回もダークグラスとですねそれから MXR のベース DI プラス乗っかってますけど、今まではですねサンズアンプが2台とかですね、サンズアンプと、MXR とかですねいうパターンが多かったんですけど、もう最近はですねこのダークグラス、これがですねだいぶこう置き換わってきたりとかですね、ダークグラスと MXR とかですね、ダークグラスとサンズアンプ、このパターンが、ね、非常に増えてきておりますので、こういった点もですねベース用のボード投稿されたらね、チェックいただきたいポイントでございます。 UCD さん投稿誠にありがとうございます。とってもね、参考になるお手本のような、ボード投稿いただきました。誠にありがとうございました。それではね、今週も音楽と機材もそむねに元気に過ごしてまいりましょう。ベース用のボードも投稿お待ちしております。ありがとうございました。